このマッパー2425モデルですね。これ優れもんです。このサングラスはまた今年もね、超高で7700円ということなので、ね、かなりお買い得になってます。はい、はい、ここのスイッチを指で回していただくと、はい、レンズが両側開くようになってます、はい、ですよね、はい、まあ、こんな感じで、はい、曇る前に開いていただくと、はい、もう曇りにくさを、はい、保ってくれる感じになってます。まあ、結露してからだとちょっと曇りを取るのが遅くなってしまうので、はい、まあ、リフトに乗ってる間とかにやっていただくのがいいかなという感じになってます。あとレンズ結構、はい、カメラレンズ結構高かったですよね。割と高めですよね、このレンズね。あ、はい、弊社でウルトラレンズっていう、はいはい、高視認性レンズを押してまして、はい、でこれが2種類そうなんです、うん、はい、片方はちょっと、はい、超分かりにくいですけど、はい、紫色ちょっとしてます、はい、紫色の、はい、レンズ、はい、これはちょっとコントラストが強く出る超光レンズになってまして、こっちの方はほぼクリアに近いですけど、ライトグレー、はい、ライトグレーと呼ばれるレンズで、はい、こちらの方が裸眼に近いような視界になってます。なのでこちらは眩しさにもちょっと強いし、はい、斜面を見るときに紫色のコントラストが立って、まあ、凹凸が見やすいよという感じなんですけども、こちらはまあそれよりもちょっと明るくて、ナイターでもまあ見えるような裸眼に近い見え方となってます。なのでまあこれをまあ曇りに悩まされることなく、まあ使っていただけるというような仕様になってます。この仕様でフレームはこの方と、あとこれもそうでしたっけ、これも。そうですね、これも、ロゴレンズにロゴが入ってる、ウルトラレンズが入ってるものが全部パコッとこう開く、あ、パコッと開くのが、はい、この、アウトバックが1つ、はい、これが平面レンズ、はい、で球面レンズが2種類あって、まずが、はい、リッチライン、はい、リッチラインというモデルですね。リッチライン、はい、はい、でこれも同じような構造で、はい、両側を開いて使っていただきます。もう一個がレバータイプで、はい、ロボというモデルがあります。ここは下のモデル、下のレバーを動かすと、はい、同じように隙間が空くというモデルになってます。スキーヤーの方だと、まあ、5本指グローブとか、まあ、ポールを持ちながらということが多いので、はい、レバーやりやすいんですね。そうですね、レバーの方がいいかもしれないですね。そうですね、で球面ではまあレバータイプのものと、はい、まあ、スイッチタイプのものと分かれている感じになります、はい、なるほど。で、アウトバックとリッチラインに至っては、はい、メガネ対応が可能なので、はい、これ中がっていうことですか。このそうですね、あ本当だ、はいはい、ここがくぼむようになっているので、まあ、普通にメガネの兼用も、まあ、可能に。あ本当だ、あいいですね、メガネの方は、これが平面でアウトバックとリッチラインも同じように、はい、メガネ兼用が可能に。なるほど、ミラーだと外からもメガネが見えないしいいですね。そうですね、うん、まあ、ミラータイプで、はい、これウルトラの偏光レンズなんですけど、はい、これがミラータイプで、はい、1個と、もう一つは剥がれないミラー、傷がこうガッとついても、はい、ミラーが剥がれないようなレンズになってまして、はい、これミッドレンズっていうシリーズになります。でこれが、3色、ゴールドと、うん、はい、ブルーと、はい、あとレッドになります。で全てに、まあ、使いやすいように調光機能がついているので、はい、調光だ、はい、まあ、なのでミラータイプなので眩しい時もいけるし、まあ、暗いところに入っても、まあ、割と見やすいよっていう感じの明るさ調節が可能ですね。結構良さそう、なんか見やすそうですね、やっぱりね。あ、そうです。全体的にちょっと薄めじゃないですか、こうレンズが。そうですね、はい、ミラーはかかってるけど、まあ、おっしゃる通りで、はい、本当にスワンズのお客様で結構明るいレンズを所望される方が多いので、はい、まあ、暗すぎて見えにくいっていうことがないように、はい、各レンズ所望されてる感じです、はい、比較的一番自然に見えるのがゴールドレンズで、でブルーのレンズはちょっと覗いていただくと黄色い視界に、なりやすいという感じです。あ、本当だ、はい、ちょっと明るさを演出してくれるという感じになってまして、で反対に眩しいのにちょっと強いのは、はい、まあ、レッドミラーで、これは覗くと青いブルーですね。そうですね、これでちょっとまあ眩しさを防いでくれるという感じになってますね。いろいろ考えられてますね。レグザムブーツですね。WX、リミテッドを今履いてます。リミテッドめちゃめちゃ膝入ります。
っぱこれは結構モグできるんじゃないでしょうか。首とかもいいですね、軽いし。レグザムもまた進化してますね、はい、素材変更はしてます。2425のエビスバッグですね。カラーが、新色出てます、日本ゼブラ柄スカール熊さん、スポーツマンも変わりました。柄が一新されて可愛い感じです。こちらの、ね、パスケース入れがあります、まあ、シンプルな、ね、この辺がおすすめかと思います。これが今までなかったよね。これライトホームって、はい、ブラッククローズですね。あ、ポールがありますね。ラインもポールがあってスキーがアトリスですね。デザイン変わりましたね、アトリスバーディーメインスですね。そしてアニマ、あ、アニマも変わりましたね。アニマバーディー、はい、でソリス、おー、ハートがおしゃれです。ハートじゃないのか、ブラッククローズで、オクト、オクトって初めて見る、オクトバーディー、ちょっとカービングタイプですね。ミラスカー、セルフォー、セルフォーは青いですね。ジャスティス、キャプティス、キャプティスバーディーですね。カモックス、カモックスバーディー、あー、もうデザインが全然変わりましたね。でフリーバード、カモックスフリーバードですね。でオーブフリーバードのオーバーフリーバード、細いですねっていう感じになってます。裏はねどうなんでしょうね。裏赤ですね、カモックスフリーバードも赤ですね。オーブフリーバード、黄色ですね、黄色の色がありますね。こんな感じですね。セルフ、ね、ちょっとじゃあ端からソールも見てみましょうか。ソールが、おお、おしゃれ。ということですね。ちょっとキャンディットも見てみたいと思います。はい。でしょうね、多分。あ、そうです。はい、キャンディット付きです。キャンディットは昨年発売されて継続になってます。リゾート101、AK121、BC111 ですね。まあ、すごい評価の高いスキーなので、ぜひね、今年、買えなかった方、ぜひね、チャンスなのではないでしょうか。キャンディットウェアもね継続で、やってます。キャンディットウェアね、ちょっとゆったりめのシルエットで温かめでかっこいいです。すごいこんな感じでね、こんな感じでね、キャンディットウェアにキャンディットスキーでどうでしょう。はい、マウンテンサーフのブースです。
こういった感じで、なんかこじんまりとして可愛いですね、この展示会場、はい、ちょうどいいっすね。ね、基本オーダー制なので6月末までにオーダーいただければ、シーズン間に合います。新たにキャップですね。これ色展開あるんですか。はい、4色やるんです。へぇ、なんとも、はい、黒と、はい、マリンブルーと、あとこのオリーブ、オリーブと、あとネイビーをやる。ネイビーのこちらです。あ、へぇ、この色ですか。あ、はい、このネイビーなんですね、はい、へぇ、ね、ちょっとネイビーっぽくないですけどね。真っ赤沢ネイビーっていう。なるほど、なるほど。カタログゲットできたので、はい、ぜひお店にカタログ欲しい方は来てください。ありがとうございます。